さあ休憩も終わったところで、このまま中山峠を下って肝別へ行きましょう。肝別から、伊達市へ行って、でそれで、北湯沢のホロホロ山荘へ向かうわけですね。まあそんなに長いわけじゃないでしょう。まあ長いのかな、よくわかんねえや。まあ、とは言っても、もう中山峠を降りるだけなんで、そんな難しいことじゃないです。まあ、降りるだけなら本当に楽勝なもんですよ。ですが、ここに行くときにね、ちょっと気をつけないといけないのが、やっぱりオービスがあるんですね。ここだけは気をつけないといけないね。ギャーって行くと、500メートル先、H システムです。カメラは、はい、速度下げましょう。はい、通過しました。OK でございまーす。あとね、このまままーすぐ行ってルッスへ向かうルートなんですけども、この途中で左に曲がると、キモベスの農地方へ向かいます。じゃあまあ、冬なんでそんな大したものはないんですけどね。で、ガーってかなりまっすぐ行くと、はい、伊達市へ向かうためのね、右へ曲がるルートがあります。この奥の方は支笏湖の方からやってきた車の方ですね。さあ右に曲がりましょう。ういーと、まあこれも残りはあとまっすぐ行くだけで、はい、北湯沢に到着でございます。で、森の皿には緑の風リゾートの皿に奥へ向かっていくと、500メートル先に、はい、ホロホロ山荘到着でございます。ね、こちらもね、あの先ほどの2つのリウィーさあ、ホロホロ山荘ね、4月のルミナスダイアリー本編でもご紹介いたしました。比較的リーズナブルなにもかかわらず温泉がやたらとでかいという素晴らしい宿でございますね。さあ入ってみましょう。ロビーはね、結構あの、こじんまりとしているんですけども、結構昔からあったものを野口観光という会社が買い取った場所でございまして、お安く1泊2食ついておりまして、そして部屋も、10畳の和室になってるんですね。このエレベーターの上を上がっていくと、その時の本館の、当時の本館を改装した部屋が待っています。中を入ると、ね、いいじゃないですか。これで9000円程度で泊まれるんですよ。最高よ。まあ、とはいえ、ね、結構古い宿でもありますんで、ね、ところどころちょっと古いなっていうか、ちょっと年季が経ってるなっていうのは感じるかもしれないんですけども、それでも一人で宿泊するには、この10畳をね、占有できるのは素晴らしいもんでございますよ。で、まあ、ネットはさすがに、Wi-Fi はないんでね、iPad の方でテザリングをして仕事をすることになります。さあ、温泉宿って言ったらね、まずは、さっさと温泉に入りたいところですよね。このなんだっけ、ホロホロ山荘の温泉はね、やたらと、でかい上にバリエーションも豊富。何よりもね、あそこだけやたらとモダンなんですよ。ぜひ行ってみる価値はあると思います。じゃあ、早速温泉へ行ってみましょう。温泉のエリアはロビーの方から階段を降りていくと発見することができます。結構ね、坂道になっているところですからね、こうやってちょっと結構入り組んだ温泉宿になっております。さあ、この奥が温泉ですよ。というと、温泉は結構、なんて言うんだ、定山系ですとか、そういったところと同じ泉質を持っているようで、比較的入りやすい部類に入ります。ね、露天風呂なんてね、こんなに広いし、
ね、この突き抜けるような青空、今日曇ってますけども。いいですよ。さあ、温泉に入ったら飯のタイムでございます。ね、安い上に一泊二食がついているという素晴らしい温泉。まあ、メニューに関してはね、値段相応というところで、そんな期待はしない方がいいんですけども、ただ、ドリンクバーまでついて、ね、ゆっくり楽しむことができるというのはなかなか好評なものでございます。そして、どうやら冬は自分でカスタム鍋をチョイスすることができるようです。じゃあ、早速選んでみましょうか。はい、ビュッフェスタイル。これも慣れたもんですね。そして、こちらがカスタム鍋でございます。まあ、鶏塩鍋にしたんですけどもね。じゃあ、火をつけましょう。よいしょ。あー、燃える。燃えるぞ。バーン。はい。で、開けまして。いいじゃないですか。なかなかちょっといい感じに鍋してるんじゃないかなと思うんだけど、どうよ。若干薄め。はーい、ごちそうさまでございました。やっぱりね、ビュッフェというのはいいもんです。あ、ウーロン茶をいっぱい。まあ特に言うことがなかったんですね。まあたまにはこういうビュッフェもいいんじゃないかなって。つまりそれだけシンプルってことです。本来、ホロホロ操作に向けた目的なんですけども、我々、ルミナスタジオは、いろんな仕事を本気でやるために、合宿をしに来たわけですよ。なので、今回はここで重要なルミナスタイエリーのお話を、収録するわけになります。ではね、その重要なシーンを俺もここで立ち会いさせていただくことにいたします。では皆さん、またご会いいたしましょう。ルミナスタジオ、ブレイクスルーエステルナリじゃねえんだよ。目の前にこいつがいるからね、間違えたじゃないかよ。